やっぱりさ、マジで本当申し訳ないんだけど、年内にチャンネル登録者5万人やっぱり行きたいっすね。マジで本当に僕自身が変わる、なんか例えば収入が増えるとか、そういったことも多少はあるんだけど、やっぱりね、改めて昨日考えたんですけど、もっといろんな人に知ってもらいたいというふうに思うし、もっと野球の素晴らしさとかもね、知ってもらいたい。僕は自分のコンテンツに自信持っていいものを出してるというふうに思ってやってるんで、本当にもっと登録者増えてほしいというふうにほんまに率直に思いましたし、でもし年内までに登録者を5万人いけたとしたら、もう皆さんに約束するんだけど、絶対にジャイアンツの選手と対談とか、このチャンネルに絶対出てもらうようにするんで、皆さんね、本当にチャンネル登録よろしくお願いします。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、すいません、冒頭ちょっと熱くね語っちゃいましたけども、ちょっとね、やっぱりね、もう一回考えてみたんですよ。でね、最近ね、僕チャンネルのね登録者数だけで言ったらあんま伸びてないんですね、はっきり言って。うん、で、まあ僕ね、今アメリカにいて、いろいろまあスタートアップのことやったりとか、まあ英語の勉強したりとかいろいろやってるんだけども、やっぱりね、やるからには全部全力でやりたいっていうのがあるし、うん、やっぱりね、 YouTube もう一回ちゃんと伸ばしていきたい、うん、皆さんと一緒に作り上げていきたいっていうふうに思ったんで、やっぱりもう一回ね、年内までに5万人っていうところをもう一回ね頑張りたいというふうに思って、本当に皆さんにちょっとね、これからね毎回ね、チャンネル登録を お願いするかもしれないですけど、本当にね、これ見てね、まだしてない方いたらね、本当によろしくお願いします。でさっき言ったの皆さん気になってると思うんですけど、あの対談の件なんですけど、もしほんまに5万人いけるような形なったらですね、絶対にジャイアンツの選手1人とは言わない、2人か3人僕絶対このチャンネルに、出演、オファーかけて絶対出演してもらうように本当に頑張るんで、マジで、もしその動画が見たいと思われる方いらっしゃいましたら、本当にチャンネル登録お願いします、よろしくお願いします。ほんまにマジで絶対やります。それが坂本さんなのか、長野さんなのか、直樹さんなのか、岸田なのか、カズマなのか、それはちょっと皆さんとね一緒に決めていきたいと思うんですけど、本当にねマジで、5万人ぐらい行ったら本当にある程度やっぱ影響力もあると思うんで、出てくれるんちゃうかなというふうに思うんで、まだちょっと今のねこのチャンネルではちょっとね力が足りないかなというふうに思うので、本当に僕もねこの企画やりたいんで、マジでやりたいと思ってるんで、ほんまにチャンネル登録お願いします。まあしてる方もいると思うんですけども、マジでお願いします。本当にもう僕もう土下座でも何でもします、ほんまにチャンネル登録お願いします。はい、もし5万人いったらマジでね絶対対談というか、インタビューというか、このチャンネル絶対出てもらうようにするんで、よろしくお願いします。はい、まあすいません、冒頭ね、長くなりましたけども、今日はですねジャイアンツ、まあ6人目先発6人目どうすんのって話をちょっとね、していきたいと思います。もうさ、しんどいじゃん、ほんまに昨日の試合とかも、まあ日曜日かっていうところで、しんどいやん、あの試合もう正直ね。で、6枚目っていうところがね、やっぱりまあどの球団もね、まあ阪神とかは結構ねすごいなっていうピッチャー陣揃ってきてるんだけど、まあある程度やっぱどの球団もまあ5枚目と6枚目、5枚目までと6枚目までで結構力の差あるんちゃうかなと思ってますと。でジャイアンツに限っても本当に、当てはまってると思ってて、やはりね6枚目というところにねすごく苦労してますね。はい、でこれね、こっからの日程も見てきたんですけど、やっぱり6枚目が必要なのまだまだいっぱいあるんですよ、週的にね。来週も6枚目必要だったりするんですよ。で今週まあその
まあ、負け越してしまいましたとジャイアンツね、うん、で来週からなんですけど、まあ、広島戦と、まあ、ヤクルトの試合があるんですけど、まあ、広島戦にね、まあ、10日からなんですけど、まあ、菅野、グリフィン、戸郷を当ててね、まあ、もう本当に広島と、まあ、首位攻防戦ですから、もうなんとか勝ち越すというところで、まあ、やっていくわけですよ。ただその次のヤクルト13、14、15なんですけど、まあ、山崎伊織がね、ちょっと登板覚悟を上げて、カードの頭に行く予定なんですよ。13日にね、山崎伊織が投げますと。で14日井上春人が投げますと。で15日なんですよね、ここまた空いてるんですよ。でどうするかっていう話で、長々喋るのもめんどくさいと思うんで、あの僕の結論から言うと、僕は結局赤星が一番いいんちゃうかなと思ってるんですよ。うん、ゼル小7早いけど赤星が一番いいんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。で、まあ、昨日のピッチングもありました。4回投げて、まあ、すごく1失点かな、すごくいいピッチングしてくれました。で前ちょっと前に、まあ、その杉内さんがもうさすがに7敗してたらきついよっていう風なこと、もう先発ではないよみたいなことを、まあ、おっしゃってました。実際7敗は結構きついと思います、ゼル小7敗はね。ただ一個一個の登板を見ていくと、僕そんな悪いピッチングしてないんちゃうかなと思うんですよ。ただ最後のここで粘ってほしいとか5回6回とかそういうところで、捕まってるっていう印象が僕の中でめちゃくちゃあるんですね。うん、で、まあ赤星投手もまあコントロールもいいですし、まあ球種もねある程度やっぱり多彩っていうところもありますし、そんな大崩れしない、うん、大崩れはしないけども、あの大ハマりもあまりしないというところ、うん、大体まあ6回3点 2、3点で抑えてくれるかな、まあハマったら6回1失点とか2失点の時もあるかなみたいな感じだと思うんですよ。でも正直それでいいと思うんですね。昨日みたいにあんな初回に4点バーン取られて勝負決められるよりは、あのある程度やっぱしっかり試合作ってくれて、でそれで打線であとはなんとかっていう試合に持ち込んだ方が僕は絶対いいと思うんですね。でその上でだから15日、まあ、まだ誰が投げるか決まってないですけども、僕は赤星投手でいいんじゃないかなと思います。でその後ろに控えてるのが僕横川投手が一番いいんちゃうかなと思ってて、それはできればですよ、赤星投手が、まあ、6回7回まで投げてくれるのが一番いいんだけども、今までの傾向を考えると、まあ2巡目ないし3巡目に捉えられてる割合がものすごく高いんで、だったらその捉え始めた時というかね、あもうそろそろやばいなって時に横川投手にスイッチしたらいいと思うんですね。この間みたいに昨日みたいにね、うん、あ昨日ちゃう、あ昨日か、あこれ、2日前かみたいにスイッチし、あのリリーフでも投げれるわけですから、ロングでもいけるわけですから、先発でもいけるわけですから、横川投手に借りたらいいと思うんですよ、力をね。だから、まあ、オープナーみたいな形でね、うん、ブルペンデーではないけども、まあその複数イニングで繋いでいくみたいな感じにしたらいいと思うんですよ、うん、できればそれはね赤星投手が長いイニング行ったらいいんだと思うんだけど、でもなかなかね今の今年の感じ考えてると、まあ5回以降に捕まってるっていうのが多いんで、だったら、それぐらいからね横川投手2イニングぐらい行ったら僕はいいんちゃうかなと思うし、やはりピッチャーはねやはり長いイニング投げるってなると、まあ持久力戦というか、やはりちょっと力を温存しながら投げたりしたりするんですけども、もうほんと一回りだけ頑張ってくれっていう風にやってくれたら、ピッチャーもほんと頑張れると思うんで、だから僕は、赤星投手を、まあ、7敗してますけど、先発に行って、で、それで、危ないなって、もうやばいなって時に、もう横川投手に行く。これで15日僕行ったらいいんちゃうかなと思うし、これが一番勝てるんちゃうかなと思うんですね。で、他の候補を見ていっても、まあ、日大投手とか、まあ、堀田投手なんかもいますけども、僕がね普通に僕の主観的な意見ですけど、僕は一番赤星投手がいいと思うんですね。7敗してるけども、それでもやはり総合力というか力見ると僕は赤星投手が一番いいんじゃないかなって思うんで、うん、一番勝てる確率が高いんちゃうかなと思うんで、僕は赤星投手を先発にして、でリリーフのところに、ロングというかね、買いまたぎでもできるように横川投手を待機させておくっていうところが一番勝てるんちゃうかなと思ってますと。で、まあ、西田投手とかもいいんじゃないっていう意見あると思うんで、それに対しての反論というかね、僕の意見なんですけど、まあいいんですよ、めちゃくちゃいいんですけど、2軍でもねすごく成績出してるんでいいんですけど、
やっぱり球種というところね、特に左バッターに対してね、投げるボールがねえっていうところが、まあ、キャッチャーの意見からするとあるので、まあ、その、長いイニング、先発で5イニング、6イニングはちょっと厳しい、し、コントロールめちゃくちゃいいかって、赤星よりいいかって言われると、僕はそうは思わないんで、自滅するタイプではないと思うんですけど、だったら僕は赤星、ね、先発こんだけやってるんで、いいと思うし、まあ、西大投手の場合はね、もともとリリーフでやってて、そこから先発で転向したっていうのがあるんで、まだ、ちょっとね、あれかなっていう、赤星の方がいいやろなっていう感じです、僕の中でね。で、堀田投手がもう今2軍でね、結構最近ね、まあ、状態が上がってきてるんですけど、やはり、まあ、シーズン序盤でね、結構良くて、で、そこからあまり良くなくなって、で、それで2軍に下がって、そこからいろいろ試行錯誤して、また上がってきたってとこですけど、まあ、ここすごく難しいところではあるんですけど、僕はこの間の横川投手の、まあ、その2イニングのピッチングを見てると、まあ、彼はすごく気持ちが強いピッチャーで、逆境にもね、本当に自分のパフォーマンスを出せる選手なんで、本来はね、本人の希望としては先発でやっていきたいという気持ちは絶対あるんですけど、僕は今、彼のね、リリーフでの経験もそうですし、先発での経験もそうですし、ああいう2つの経験を持ち合わせてる経験、してるねピッチャーってそこまであんまりいないなっていう風に思うし、あんだけ気持ちが強いピッチャーでコントロールもいいピッチャーっていうのは、まあ、横川投手以外いないんじゃないかなっていう風に思うので、だからその赤星投手と横川投手を組み合わせることで、まあ、7回、ぐらいまで6回7回ぐらいまでね2人でいけたら、まあ、ジャイアンツこの15日ね、まあ、6枚目がなかなか埋まってないというお話ですけど、僕は一番ねこのやり方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じでね、今日はね、その先発6人目というところに関してお話してきました。まあ僕の結論をまとめると、まあ赤星投手が僕は一番いいピッチャーだと思ってます。まあこのね、まあ赤星、横川、西舘、堀田、このあたりが今状態いいんで、この4人で比較していくと、まあ確かに0勝7敗してる。ただ、やっぱり持ってるボールとかコントロールもそうだし、まあその他諸々のね、いろいろ考えていくと、一番、いいんじゃないかっていうところはあるんで、だからそこでね、引っ張れるだけ引っ張って、でダメだったら横側にスイッチ、うん、で もし行ききれるんだったらそれは6回7回まで行ってくれたらいいんだけど、もし無理そうだったら4回5回とかで無理そうだと思ったらもう横側にスイッチして2イニングぐらい行ってもらうっていうやり方が僕は一番いいんちゃうかなと思うし、それはね理想を言えば赤星投手が独り立ちして6枚目にね完璧にハマってくれればいいんだけども、まあ、今年の感じを考えるとちょっとあれかなっていうところはあるんで、だったらもう全力で行ってくれと、横側用意させておくから行ってくれというところでやってくれたら、多分ね彼も本当に頑張れると思うんで、抑えれると思うんで、僕はねそれだけのポテンシャルは僕秘めてると思うんで、まあ西舘投手とか堀田投手もいいですけど、僕は赤星投手派ですし、ちょっとかけてほしいなって僕は思ってます。はい、まあ、安倍監督がね、どのような決断を下すのか、杉内コーチがね、どのような決断を下すのか、ちょっと僕にはね、まあ、予想がつかないですけども、今現状ね、まあ、2軍にいる堀田投手のピッチングも見ましたし、西舘投手のね、ピッチングも見ましたけども、僕はよく、やっぱり赤星投手がいいなっていうふうに思うし、確かに0勝7敗かもしれないけど、ちょっとね、かけてほしいなって、まあ、未来にもそうですし、やっぱり赤星投手はこれからね、本当に先発ローテの柱になっていかないといけないと思うような僕はピッチャーだと思うんで、このね、一番チームが苦しい時、6枚どうすんのって思ってる時に、本当にここを救ってくれて、で、2、3年後にはね、2、3年前はあの時、例えば巨人が優勝した時に赤星が0勝7敗やったけども、あの時にねいいピッチングしてくれてそこから優勝できたよねみたいな感じで、語れるぐらいね、のことをやってもらいたいなというふうに思うし、まあ、そういう未来をね僕は望んでますから、皆さんもねいろんな意見あると思いますんで、ぜひねいろいろ教えていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、てな感じでね、今日はこんな感じで終わっておきますけども、最後にもう一回言っときますけども、本当に5万人、チャンネル登録者5万人、マジで今年中に、無謀だくと思うかもしれないけども、やっぱりね、口にせなあかんなと僕思ったんで、
やっぱりね、本当にどんどん口に出していこう、改めてほんま言っていこう、皆さんにね協力してもらおうというふうに思ったんで、本当にね、チャンネル登録もらしてない方いらっしゃいましたので、ぜひよろしくお願いします。 高評価ボタンもね、グッドボタンも、よろしくお願いします。本当に絶対行ったらね、僕本当に坂本さんとかもうみんなにオファーかけるんで、絶対出演させても、してもらえるようにするんで、よろしくお願いします。皆さんね、ご協力よろしくお願いします。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。